では、2022年ソーシャルフットボール関東大会の直前でいいんですかね、座談会の方を始めたいと思います。今日は、3人の選手の方に来てもらいました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。非常に緊張してると思うので、まずは一言ずつ喋っていただきたいんですけど、とりあえず所属のチームとお名前を教えてください。神奈川県の FC ポルトです、阿部和樹と申します。本日はよろしくお願いします。お願いします。埼玉県の、プレム FC 所属の泉達也です。よろしくお願いします。お願いします。千葉県のエスパシオ所属の藤原仁です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。硬いですね。硬いな。少し柔らかくするために、一番最初に皆さんにこの今回の座談会で一番難しいことをやってもらおうかと思います。皆さんにとってソーシャルフットボールを漢字一文字で表してください。その後にどうしてそれ書いたのっていうのを聞かせていただきますので、とりあえずまずちょっと3分間でソーシャルフットボールを漢字1文字で表すというのをやってみていただいていいですか。辞書とか持ってきた方がいいですか。ちょっと調べたいぐらいですけどね。調べていただいても全然大丈夫ですので。大丈夫です。ね、感じはこんな感じだったっけ。はい、一人書き出したら一気にみんな書いてきましたね。で、良ければそれをこうどうしよう、松本さんの方に向けて示してもらって、簡単にこういう字でこういう意味でっていうのをご紹介いただけますか。に向かってるから、じゃあ阿部ちゃんから行こうか。はい、彩りですね。自分にとってソーシャルフットボールは、人生の中でこうなかなか精神疾患を抱えながらうまくいかないことだったり、苦しむことが多々あるんですけど、その中でこうボールを蹴ったり、同じ悩みを持つ仲間とこう一緒に過ごすことで、人生にとってのこう一つの彩り、生きる、なんていうんですかね、パワーになるというか、そういうところがこう自分にとって、あのソーシャルフットボールはすごい大切な存在であるなっていうところが一番に感じています。そんな一文字を表してみました。泉さん、楽しいっていう文字で、自分、やっていく中でやっぱり苦しくなったりすることはあるんですけども、でもそれも含めて楽しいって言えるっていうのが、僕の中でソーシャルフットボールかなと思います。私は可能性の可っていう字で、めっちゃ手を挙げるんで置いていいですか。大丈夫。私自身もすごいフットボールを通じて、自分の可能性を広げ続けてこられたなってずっと思っていて、でソーシャルフットボールでも、さまざまな背景を持った人とか思いを持った人と一緒に、上を目指すっていうのはすごい刺激的で楽しいなって思っています。そんな思いがあります。以上です。ありがとうございます。本当短時間の中で、彩り、楽しく、可能性というところでね、それぞれがそれぞれのソーシャルフットボールをプレーしている感覚っていうのを表現してもらったと思うし、なんかすごくそれぞれのことをそうだと思いながら聞いていました。今日はそんなね、皆さんの思いがちょっとでも言葉になっていろんな人につながるようなお話ができていけたらいいかなというふうに思ってます。で、本当ここからはね、思ったことを全然語っていっていただきたいと思うんですけど、まず最初に私の方から聞いてみたいなと思っていたのが、ソーシャルフットボールって他の障害のスポーツと比べるとフットボールをするのには何のこう体の障害とかは
ないなっていうのを時に感じることがあります。である意味一般の小猿に行っても当たり前のようにできちゃうし、下手するとこう一般チームにも入れるのかなというふうに思うことがあるんですね。あえてソーシャルの中で今皆さんがプレーしてるっていうのはどういうこう理由であるとかお気持ちっていうのがあるのかな、そういうところからちょっと教えていただけるといいのかなと思うんですけれども、いかがでしょうか。まあ、サッカーとか経験してなくて、うん、で入り口が、うん、まずフレムってチーム の、 あのソーシャルフットボールのチームに、うん、2011年に入って、それで、うん、まあ最初に入ったところでずっと続けてるってだけですけど、うん、最初はメンバーの一人だったんですけど、うん、ずっと続けていく中でキャプテンとかあとスケジュール調整とかもするようになったので、うん、まあ、続けていく中でずっと仲間ができて、仲間がいるんでそこで続けようっていうところで、うん、特にまあ一般の人とやることに対しても別に抵抗はないですし、うん、たまたまこうソーシャルフットボールで始めて、はい、そこにこう仲間がいたから順調になんだそこでやっていて、特にまあ一般のところに行くのも抵抗はないけどそこでやっているみたいなイメージなんですかね。うん、ありがとうございます。ちょっといろんな人の話も聞きたいので、阿部さんはどうですか。そうですね、私は、まあ、あえてソーシャルのチームに所属するというのは、まあ、居場所の一つというか、まあ、同じこう疾患を持つ仲間とぼろけることで、うん、いろいろこう学びやこう、うん、なんていうんですかね、いろんな人と関わるところで自分に成長にもつながりますし、また泉さんおっしゃったように、私も一般の普通のいわゆる健常者のチームにも入ってますし、小猿に行った時も特にこう特に問題なく蹴れますけども、まあ、ソーシャルフットボールに関わってまたなんかこう自分のこう価値観が広がったり、障害についてのこう、まあ、いろいろなサッカー、うん、フットサルを通じていろんなスポーツがあるっていうことも知ったので、まあ、そういうところでこうなんていうんですかね、ソーシャルフットボールに関わりたいな、うん、いろんなチームと交流を持って、まあ、自分の居場所の一つとして所属したいなっていう気持ちでやってます、うんうん、なるほど。居場所というところがすごく自分の中で強いというところですね。藤原さんはどうでしょう。僕は通院先のデイケアのプログラムの中に、うん、はい、たまたまそのソーシャルフットボールっていうのが、はい、があって、で一回参加してみようって、うん、で行ったのがきっかけです、うん、でそこでちょっと自分自身もちょっと塞いで自分をあんまり閉じ込めた部分があった中で、うんうん、なんかいろいろ選手に対して自分の考えだったりとか悩みを聞いてもらったときに、最初に返ってきた返事がすごい分かるわっていう、なんか共感が来たのがすごいびっくりして、自分だけだと思ってたことが意外とみんなちょっと似たようなことで悩んでたりとか考えてたりするんだなってところで、でそこでこの人たちとなんか頑張りたいって思って、で今も続けているんですけど、であとはやっぱ一番その代表の方、スタッフの方もすごい理解がある人たちが近くにいるっていう安心感もあって、そういうのですごい今続けられてるのかなって思ってます。もともとそのデイケアに行く前はサッカーとかフットサルはやられてたんですか。20歳で兵庫から上京してきて、で通院先を探してて、でずっと、すみません、質問もいいですか。デイケアに行く前からフットサルとかサッカーはやられてたんですか。はい、やってました。やってた、はい、あ、なるほど。じゃあデイケアに行って改めてやってるっていうのがあって、じゃあそこにも行ってみようかみたいなところですかね。一回一般のチームにも所属したことがあったんですけど、なんかそのコミュニケーションの部分とか、集団行動の難しさとか、なんかやっぱ改めて実感して、もう
何もその両親も近くにいない状態の中で、うんうん、なかなか難しかったなと思って、うん、で段階を踏む、うん、段階を踏んで少しずつ、うん、やっていこうって気持ちでやってました、うん、なるほど。一般のチームの中ではちょっと難しいことがあって、はい、うん、デイケアのチームの中だったらなんかこう自分と同じというか気持ちが共有できる仲間がそこにいたという、はい、安心感ですね、うん、はい、だからその辺は3人こう共通するようなところが少しあるんですかね。あれ、泉さんは以前作家とかはやってはらっしゃらなくて、フレムで初めて、フレムでフットサル始めました、うん、さっきなんか藤原さんが一般のチームだとちょっと違うなっていう感覚をね持ったりとか入りにくいっていう話があったんですけど、阿部さんもそういうことって経験されたりとかってありました？まあそうですね、私が入ったチームはこうやはり勝利を求めるというか、うん、そこに一番特化しているあのチーム体制だったので、うん、やはりこうプレーに妥協は許されないというか、うん、なかなかこうそうですね、厳しいソーシャルではなかなかないような厳しい声も飛びますし、うん、まあ、そういう面では、うん、なかなかこう、ちょっと気分的に落ち込んじゃうなとか、ああ辛いな自分下手だなってこう落ち込むことはありましたね。そうですか、はい、なんかでもちょっとこうソーシャルを離れてというか見てると最近のソーシャルの中に結構厳しい言葉っていっぱい出てきてるし、競技性上がってきてるから切磋琢磨してる部分がすごくあるようには思うんだけれども、なんかそれでも一般のところとは違うみたいなところが皆さんの気持ちの中であったりとかはするんですかね。なんかちょっとそんなところにねつながるのかもしれないんですけど、それぞれの中で多分これだけ思いを込めてやってるっていうことは、自分がこうソーシャルの活動の中でこういうことが良かったなとか、ね、この場面は嬉しかったなとか、何かこう自分が大事にしてる場面っていうのはあるのかなと思うんですけれども、自分がソーシャルの中でやってきてこう良かったことっていうのがどうなのかっていうところをちょっとそれぞれに教えていただきたいんですけれども、僕さっき言ったんですけど2011年にフレムに入ったんです。その9月の練習から参加して、うんうん、で多分 10月だったかな、10月にその埼玉県 の障害者のリーグ S リーグがだって、その、まあ、第1日程はもう終わってたんで、第2日程と第3日程からの参加っていうことだったんですけど、うん、でその第2日程に参加して、その日は3試合やったんですね、うん、で1試合目はそんなにちょっと出してもらってなんかあまり手応えがなくて、で第2試合でチームに貢献できたようなことがあって、で第3試合で、うん、その試合で2点取れたんです。なんかそれがすごく嬉しくて、うん、初めて の試合の日に点取れてっていう、2点ね、点すごいです。その時の点より嬉しかったことってあんまなかったかもしれないですね。それが本当ソーシャルで初めての、そうですね、うん、はい、試合大会で、はい、それはすごい嬉しいでしょうね、うん、その年の第3日程があって、うん、その日は2試合だったかな、うん、で2つとも勝てばうちが優勝するっていうところだったんですけど、うん、まあ、1試合目で負けて優勝を逃した、まあ、で、まあ、そこの負けた時に、うん、やっぱり自分のサイドから抜かれて点取られてすごい悔しかったっていう、その時ほど悔しかったこともなかったことはないし、そういうことが思い出としても、うん、うん、はい、その悔しさの後自分が変わったこととか、なんか頑張ったこととかってあるんですか？もっと上手くなりたいっていう気持ちがずっとある、うん、かな、うん、悔しさもじゃあちょっとバネにはなってるし、でも何よりその最初に取った2点が
こう自分が活動する原点になってる。そう、そんな感じですね。そうですね、はい、うん、ソーシャルフットボール始めて、うん、2ヶ月後に関東大会があって、はい、でその時はまだ、うん、正直メンバーのこととかなんかどういう、うん人なのかなってちょっとまだ伺う部分がありながらの大会で、うん、で関東大会の会場を向かう車の中ですごいみんなやっぱ緊張してて、うんうん、顔も硬くて自分自身もすごい緊張してたので、うんうん、これ大丈夫かなと思いながら、うん初戦始まって、うん、ですごい拮抗してた中で、うん、僕、自分が、点を決めることができて、うん、で振り返った時にすごいみんな笑顔になってた瞬間にすごい印象深くて、うん、でベンチ見てもすごいみんな盛り上がってたので、うんうん、なんかすごいチームを感じて、うん、でなんかすごい嬉しかったのを覚えてます、うんはい、なんか点を取った以上にその振り返った時のみんなの笑顔っていうのがすごく財産になったっていう、練習ではあまり見られなかった表情だったりしたので、やっぱちょっと関東大会って特別なものあるのかなってすごい感じました、はい、なるほど。逆にさっきね、泉さんはちょっと自分の中でしんどかったところも話してくれたと思うんですけど、そういうものはありましたか？あ、でもやっぱ体調管理のとこで、体調管理、はい、うん、その緊張度が高いので、うんうん、それ試合に合わせて睡眠だったりとか食事だったりとか運動っていうのは、うん、やっぱそこはすごいスポーツマンとして意識しないとなっていうのは改めて、そこがすごい整えるのは難しかったんですけど、体調管理が難しい、はい、うん、なるほど。まあ大会に向けていい結果も出たんで、うん、どうかな、うんうんうん、ありがとうございます。今なんか体調管理っていう話がねちょうど出てきたんですけれども、うんうん、やっぱりソーシャルだと独特なこういわゆるメンタルのところの体調管理で気をつけることとか何かっていうのはそれぞれの中であるんですかね？あ、そうですね、私もあの体調管理は本当にもう基本なのかもしれないんですけども、うん、本当によく食べてよく寝る、うん、そうですね、もう睡眠時間はとにかく確保したいなというところは、うん、あの日々気をつけております、うん、やっぱ休養しておかないと結構それ試合に響くんでしょうか、それとも生活に響いてくるような感じ？あ、もう毎日の生活にですね、うん、試合に練習に響くというよりは、うん、もう日々の生活一日一日にこう影響が出てしまうところが私にはあるので、うんうん、なるべくこうたくさん寝てよく食べてっていうのはもう本当に気をつけてます、うん、症状ってあのその急性期があって、うん、その後の、うん、急性期が終わってからは、うん、結構安定してるので、うん、まあ、だから、まあ、気をつけてることといえば、まあまあ、ストレスをためすぎないっていう、ストレスをためすぎない、うん、まあ、多分それはちょっと自分の中では考えてしてるかなと。なんですけど、ストレスをためないとか休養とかそういうところは結構大事になってくるんですかね。ごめんなさい、ちょっとなんか話の流れをずらしちゃって違うこと聞いちゃって申し訳なかったんですけど、戻して阿部さんの方でソーシャルの中でこう自分で良かったなと思うこととか思い出深いエピソードがあったらちょっと紹介してもらいたいんですけど、私は初めて関東大会に出た大会で、もう本当に残り1分ぐらい耐えきれば、まあ、2対1で勝ってたという状況で、耐えれば全国大会に行けるっていうところで、私のファールで PK を取られて、そこから PK 戦で負けたっていう悔しい経験がありました。その中で、やっぱりそこまでみんな努力して、選手それぞれスタッフも含めてこうチーム一丸となって戦ってきたので、こうもう自分のその一つのファールでもうみんなの夢をこう潰してしまったというか、そういうこう自責の念にとらわれて、こうすごいこう
今思ってもちょっと恥ずかしいんですけど、もう本当にもうみんなの前で大泣きをしてっていうところがあったのが一番こう思い出深いエピソードかなと思ってます。まあその中でこう、まあ、直後にこう本当は祝勝会だった会がですね、こうちょっと残念会になってしまって、まあ、みんなでお疲れ様っていう会があったんですけど、まあ、その中でこう自分が次こそは自分がこう全国にみんなを連れていくよっていう発言を、まあ、その時はもう自分をもう奮い立たせるためにしたんですけども、まあ、そこからこう自分なりに初めて出た時はもう自分のことで精一杯だったですけど、そこから少しずつこうチームのためにというか周りに対して自分が何ができるのか、今何ができるのかっていうところでこう行動できるようになったというか、少しずつこう自分が変われるような一つのきっかけだったかな。そこはすごいこう自分にとってはチームは全国に行かれなかったですけど、自分のためにはすごいこういい分岐点になったというか、そういうところが一つ思い出深いエピソードとしてありますね。ありがとうございます。同じチームで同じ場面を体験しているものとしてここを何と言っていいのかなとは思うんですけれども、まああえてちょっとね個人的な思いも入っちゃうのかなと思うところで言うと、あの時はね非常にシビアだったし、あれで安倍さん帰ってこなくなっちゃうんじゃないかなっていうのが私自身はすごく心配だったんですけど、そうじゃなくてっていう状況になれたのがもしかするとソーシャルの強さなのかなというふうに思ってるのと、あれはねあのファールだけではなくてその前に点を取れてないやつの問題だというところもあるので、ソーシャルフットボール協会のサッサです。まあ、いろんな普段聞けないことですね、まあ、選手の本音だとか苦労しながら、ね、困ったところもありながらこう、まあ、フットボールがですねそれでも、生きがいになってですね、まあ、回復の道を歩んでいるということがすごくよく分かりました。人を思いやる感度が高いっていうね安倍さんの話、ソーシャルフットボールプレーヤーの非常に強みだと思いました。まあ、関東大会10月10日、開かれます。真剣勝負の試合が、見られると思いますので、ぜひ皆さん振るってですね観戦に来ていただければと思います。よろしくお願いします。